どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ディアブロ4の続きをプレイしていきたいと思います。前回は始まりだったんですけども、まあ村人に騙された感じですかね。でまあその村人たちはその蘇ったリリスに操られてるのか、自分たちの意志で従ってるのかちょっとわからないですけど、まあ、騙されてたところをイオセフ爺さんに助けてもらった感じですかね。で、次の目的が、忍者を探せって言ってましたね。答えを求めて、この辺のどっかに行けってことですね。よし、じゃあ行ってみましょう。リリスの祭壇は、サンクシャリの様々な場所に隠されています。祭壇はこの領域内にいるすべてのキャラクターに永続的なステータス効果。領域パワーを回収。素早さが上がったのかな？で、実績。こっちか。あ、そういえばなんか、あ、これから武器の達人前回、最近達成、これでなんかもらえるのかな？あ、ここではもらえない。なんかありますね。凍結した地下室。地下室はさまざまなコンテンツが用意された小さな部屋。ちょっと行ってみますか。凍った強い。クロスボウ、これはでも俺使えないんじゃないかな。あ、使えないんだ。やっぱりで、これで終わりなんですね。まあ、ちょっとしたアイテムが取れると。うわ、何？五感を誘う白クマ？ただの白クマじゃないで、行って死ぬ！危ない危ない、危ねえ。まあなんか木に貼り付けになってるのかな、人間が。とアップにしよう。なんだ、人間なのか何なのかよくわからない。
またなんか、なんだ？なんか弓のマーク。砲撃の祭壇。あ、待って、なんか敵が。もっと怒りが必要だ。おお。あ、でもなんか一時的なのか。一時的にこういう能力が付与されるんですね。どれぐらい続くんだ。強いな。あ、終わってしまった。あ、で、目的はこっちだけど、こっから行けないんだ。兜、兜まだ装備してなかったんですね。おお、かっこいい。レベルアップ。で、ポイントをどうしよう。これ悩みますね。基本的なところも上げたいし、基本スキル。フレイで、ダメージを与えると、3秒間、食らうダメージが 3% 減少し、7の、これなんて言うんだろう。なんか、加護を獲得する。あと、これもいいですよね。この基本スキルで攻撃すると、このスキルを使う土器が上がる。これかな？うん。両手用武器を使用する、あ、両手用武器か。をすると基本スキルで、土器が増加。これにしよう。鉄の塊？鉄の塊っていうのを取りましたね。うわ、雲の卵？ああ、これ。絡め捉えてるよ。わ、結構リアルだな。待って、これどうせアップにしよう。うわー、凝ったー。武器も遅くなったな。あー、画面は見づらいけど、こっちの方が、あれだな。リアリティはこっちの方ありますね。迫力が。どうしよう。これで行くっていうのも面白いな。感染した死体。蜘蛛の糸に絡め取られて。ああ。アップだとよく見える。でもさすがにあれだな。ちょっと近すぎるな。下げよう。
なんだこれ。ありがたい。うわあ、こっか。どっかにいるんだけど、このこれだけアップだとどこにいるかがわからない。切れそうだ。よし。死んじゃう死んじゃう。お前か、先から。あ、もうちょっと画面明るくしますね。ちょっと待ってください。一応なんか範囲内に入りましたね。この辺のどっかにその忍者がいるんだ。収穫。薬草や鉱石は、ワールド内のいろいろな場所で見つかり、職人により様々な目的に用いられる。バイトベリにかかっ、あ、ってことは忍者が仕掛けたのかな。罠から抜け出したものの、まもなく力尽きたようだ。この動物を飼っていたのが何者であれ姿は見えない。なるほど。空のボトル、奇妙な空のボトルの詰め合わせ。ここかな。ちょっとでも周りをまず調べて。よし、アップにしよう。誰かいるのか。すっごいなグラフィック、細かい。やかん。ひどい匂い。この宝箱は開けられる。すり鉢とすりこぎ。使われたばかりってことはいるのかな。標本のメモ。短い牙だ。まだ若い。変貌したばかりだ。変貌。すぐ殺せた。他の奴らよりもっと南だ。拡大し続けている。おかしくなった生き物のこと言ってるのかな。獣を捕らえるためのものなのか、それとも人間を捕らえるためのものなのか。
せめて一緒に晩飯を食べていけ。腹が減ってる。随分な話だな。信じたくはないが、事実だ。なぜ俺はあんな原始を。親切な村人に感謝するんだな。お前はリリスの血を与えられたのだ。悪魔の血。ただの悪魔じゃない。憎悪の巫女にしてサンクチュアリの母だ。大昔に追放されたが、この世界を作ったのは彼女だ。うん。リリスは戻ると予言されていた。狙いは何だ。見当がつかない。英豪の戦いはこれまでずっとサンクチュアリの中で展開されていた。天使と悪魔の戦争だ。だがリリスはどこにも属さず、人間のために何かを計画している。それで俺はどうなった。まだわからん。だがお前とリリスはつながっている。その絆をどうするつもりだ。利用して奴の狙いを突き止める。よし、では一連卓章だ。今のうちに休んでおけ。後に清馬車とへ向かう。リリスを食い止められなければこの世は終わりだ。この世界を作ったのはあのリリスなんですね。で、その天使と悪魔の戦争には加わってないって言ってましたね。その代わりになんか人間をなんか利用しようとしてるのかな。どこにも属してないって言ってたんで。ロラスさん、で次が、通過儀礼。ロラスと共にキヨーバシャドに向かう。こっちですね。追跡、ピン、いいのかな。あ、マップにちゃんとこう、ルートを示してくれるんですね。お、レギンスのマジックアイテム。結構 HP 減ってるな。戦闘に没頭してると忘れちゃいますね。お、兜のマジックアイテム。おお。なんかでかいのいるな。こんなものを見ることになるとはな。このゾーンはなんだ。天使イナリウス。天使イナリウス。光の聖堂が政府を語るのを聞いたことがあるだろう。彼は実在する。地上に舞い降りた天使だ。リリスがここにいることを知れば血が流れるだろう。古代から敵対している。
我々が止めない限り、彼らは全世界をも巻き込む。長い。これだ。キューバ社とはこの先にある。ボタンも違えちゃう。両手剣のランクが1に到達しました。目的はそっちなんだけどな。なんだここ。イベント。行ってみよう。まずシャーマン。イベントに参加。敵を倒す。あ、レベルアップ。助けて。生存者1分10秒ぐらい守れと。あ、ポイント使えばよかったな。怒りが足りない。やめ、ちょっと。コインの敵を倒す。切れそうだ。危ねえ。結構大変だぞ。おお。何？おボール。イベントをクリアすると手に入ると。これもしかしてあれかな、リアルマネーでやつかな。あ、違う。アビリティですね。まだ下には行けない。
脆弱状態の敵に与えるダメージが 12% 増加。これかな？ダメージ増加。あ、これで下に行けるんだ。次。で、ここですね。通過儀礼。待て、町に入るにはまず儀式を。付き合ってられん。どういうことだ。清馬車道に入るには浄化の儀式を行わなければならない。意味のないしきたりだが、それで安心する人もいる。なんだと？いいから通してやりな。ロラスに何年も儀式をやらせようとしたけど、一向に聞いてくれない。はい、でも君は残るんだ。中でまた会おう。俺はやらなきゃいけないのかな。祠から神聖なる杉を取ってきて、それに自ら神聖なる杉刻み込むのだ。そしてそれを火鉢に投げ入れるんだ。火が薪を燃やすように光が罪を焼き払ってくれる。これだ。ああ、待ってね。待って待って。なんかいろいろ選択肢があるけど。まあ、あれほどの年寄りなら、辛い日々も過ごしてきたんだろう。そりゃ偏屈にもなる。これやんなきゃいけないのかな。このまま通ったらどうなんだろう。あ、開いてない。やるしかないのか。木に何も刻まず楽、いや楽書き。満身。満身。何か意味あるのかな。結構肩から重荷を下ろしたような気分だろ。うん。ようこそ清馬車道へ。清馬車道に到着。優先クエストはこのマークか、なんだろう、白マークというか。新たな機能やシステムを紹介。これが優先クエストですね。じゃ先にそっちに行った方がいいのかな、ストーリーじゃなくて。アイテム売りたいんだけど。温まりたいな、よそへって。こっちが先だから。これだ。ウェイポイントの解放。清馬車道。これでここに戻ってこれるのかな。ウェイポイントを使えば、サンクチュアリ内を自由に素早く移動できます。なるほど。他のウェイポイントも起動していくことでいろいろファーストトラベルできるんだ。大陸全土でアクティビティを完了することで名声を獲得。
一定の名声を獲得すると報酬を獲得。なるほど。まあ、いろいろサブクエとかをこなしていけってことかな。あ、武器屋。高っ。道具屋。鍛冶屋。あ、分解。分解できますね。分解しよう。よいしょ。あ、修理とかもあるんですね。まず分解。分解すると新しい外見が解放。これ戦闘の装備とは違うな。見た目だけの装備ってことかな。装備っていうか、服というか。分解。これマジックだけど分解しちゃおうか。とりあえずこのハンマー、ツラシマークついてるのは分解して。見た目の種類を増やしておこう。で、いらないものは全部売っちゃって。いいのかな？良い取引でした。これで今お金が7000円。一応修理をして、あ、修理は大丈夫かな。いつでも鍛冶場にお任せ。あ、サイドクエスト。ストーリークエストやる前にサイドクエストがやってった方がいいのかな。隣人は魔術師だ。ドアの外でこそこそと呪いの言葉をつぶやいているのを見たんだ。ああそう、あんたが彼に借金してることは関係ないってことね。政府イナリウスは100世代にわたって地獄に監禁されました。しかし彼の心は折れず、その足かせをほどき、私たちの元に帰ってこられたのです。リリースと敵対してたって言ってましたからね。なんか出てきそうですね。救済の道へと導いてくださる。ボザ。まず下。キーオーバーシャドウについて教えてくれ。ほんと寒いよね。でもやっと安全になった。この壁の向こうは闇の支配域よ。町の防衛はどうなっている？新兵は日夜訓練してきた。少しは褒めてもいいが、新兵に甘いところを見せるわけにはいかない。私の代わりに新兵を元気づけてほしい。君は金を稼ぎ、新兵は自信をつけ、私は厳しい教官の役に徹することができる。任せてくれ。ここかな。見習い民兵の稽古だ。上を押すとアクションファイルが開き、エモートを使用できる。こんにちは。元気か？ん？なるほど。応援しよう。素晴らしい。
あ、これでいいのか。感謝する。これでたるまなければいいけどね。お、あ、で、名声がプラス20。今取ったのこれなんだ、ハーブの箱、ハーブが入っている。売却不可。あ、使っちゃった。あ、なるほど。で、サイドクエストっぽいのはないから、ローラさんに行ってみよう。満身って書きました。まあ、大して変わらないことだ。原始に出てきた青ざめた男を探しに乾きの平原へ向かう。奴がどう絡んでいるのか。だね、あの男性気になるね。だが、その前にあるものを取ってきて、あるものを取ってきてほしい。町の中心部にいる商人が持っている。私に頼まれたと伝えてくれ。村人たちはあの廃墟で何をしていたんだ。生贄、悪魔の召喚、生贄。リリスから授かった素晴らしい才能を磨いていたようだ。イナリウスについて教えてくれ。地獄で投獄されたにもかかわらず勇敢に脱出したこと、栄光の帰還、そして創造したこの世界。大聖堂は彼を褒めたたえ続けるのだ。何千年も地獄で拷問を受けると強情者になるということは書かれていないがな。リリスの帰還。ああ、その通りだ。三大悪の台頭、リリスとイナリウスの復活、この世界の終わり、全て予見したものだ。イナリウスは私利私欲のために予言を改変した。それを光の聖堂の福音書に載せて、あたかも自分が旧世の英雄であるかのように見せかけた。このままだとあれですよね。ディアブロの、そのディアブロ三兄弟、三大悪がちょっと今、ディアブロっていうゲームだけど、蚊帳の外というか。割れた歪みに曲がった背中、濁った瞳、かわいそうに。もはやカラスの餌だ。ここだ。おお、あのじいさん、とうとう買い戻すことにしたのか。あのじいさんのことだ。金のことは言わなかったろ。武器を差し上げる前に代金が先だ。俺が買うのか。ロラスのポールアーム。あ、でも20円だ、安。買ってあげよう。あのじいさんからこれも買い取ったんだ。これも買い取った。もういらないと言っていたが、きっとこれも取り戻したいんじゃ。奇妙なアミュレット。ただでいいよ。お。アップデートを見る。どれだろう。あ、これか。ね、捨てることもできるんだ。それとアミュレットも渡された。これは何だ。ホラドリムの印。お、ホラドリム。古代の学者と魔術師の組織だ。悪魔からサンクチュアリを守ることを誓っている。
最近ロラスさん、ホラドリームの人なのか。別のホラドリームがいる。あ、どうなん。傲慢なやつだが、それに匹敵するぐらい悪魔に詳しい。頼りになりそうな男だ。うん、スコスグレンで彼を探すといい。スコスグレンだが、大聖堂のことも忘れるな。彼らはお前を待ち望み、仲間としても役に立つ。一緒に来ないのか。かぶせるようにしゃべる。青ざめた男の正体を探るため、渇きの平原へ出向く。後で合流しよう。とにかく気をつけろ。リリスとの絆、お前が見た原始、彼女を見つけ、その野望を打ち砕くのはお前しかいない。あ、これでお別れか。人の人生というのは、予期せぬ時に交わり合うものだ。それは偶然だろうが、運命のいたずらだろうが、我々にできることは何もない。嵐をさまよう放浪者が、リリスの血を食わされ、一人の僧侶に助けられた。異なる人や事件が何かによって引き寄せられる。運命の力なのか、それとも大いなる力が糸を引いているのだろうか。憎悪の巫女から人類を守れるかもしれない。私はそう思っていた。放浪者とリリスとのつながりが私に希望を与えたのだ。とんだ驚きだ。あ、なんか一気に広がりましたね。お、購入品を見る。なんだろう、この札のマークというか、新しく購入したアイテムが含まれています。購入した防具武器、その他のキャラクターコスメティックはワードローブにある。うんうん、プロローグが完了。これかな。うん、プロローグを完了する。あ、でここで馬とか買えるんですね。ストーリーを進めて、ドナンの助けをクリアすると使うようになるんだ。かっこいいね。で、報酬がこれだ。マジックブーツ。アクティビティの追跡。日記を開いて、進行中のクエストを確認しましょう。ストーリー、次は、これだ。これ、推奨レベルなのかな？レベル7。場所はここですね。あ、これがワードローブだ。ボザ
団が我々の税を納めるためにメニスタットへ行ったのですが、まだ帰ってきません。道を捜索して何かあったのか確認してくれませんか。大聖堂に税を納めなくてはなりません。あ、もう普通の人がいるんだ、こっから。で、アクティブを、これだ、メニスタッドの宝箱に変えて、場所が、こっちだ。どうな、先に、こっちやった方がいいのかな。この辺、この辺に行けと。あ、大体大雑把でもちゃんとナビしてくれるんですね。経験な人たちがこれほど熱心に酒を飲むのはよくあることなのだろうか。まあ気持ちはわかるが。ワードローブ。あ、ここで外見の変更ですね。あ、色とかも変えれるんだ。で、これがその分解すると増えていくってことですよね。ああ、なるほど。ヘッドストーン。あ、で、これがストレージかな？はい。そうですね。では、今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。